ハロー皆さんこんばんは、プチプチです。今回ですね、久しぶりにスマホのゲームをやっていこうと思うんですけど、その名もスタートリガーでございます。まあ、このゲームはですね、シューティングとアクションが2つ重なった、なんかめちゃくちゃもう聞いただけで面白そうなゲームです。まあ、ではね、早速やっていきましょう。スタート。お、なんか早速アバターを作れるらしいですね。なんかこのゲームはですね、なんかギルドに入ったりすると10対10っていうね、なんかもうプレフォー並みのなんかものすごい数でなんか対戦できるらしいんですよ。なんかギルド専用バトルフィールドとかあって、なんだろうね。まあ、とりあえず、じゃあとりあえずアバターを、なんで今とりあえず2回行ったんだろう。まあじゃあアバターをとりあえず作っていきます。じゃあね、でも女の子もいいね。女の子とりあえず見てみよう。あら、かわいい。あ、おへそなんか出しちゃって、でもおへそなんか若干見えない。まあ女性キャラクターもいいんですけど、すごい奇抜だな。お、え、あ、こうやってなんかあれなんだね、全体見えるんだね。ナルト乗っかってる。まあとりあえず今回はじゃあ男性キャラクターでいきましょう。まあいつもならね、僕女性キャラクター使うんですけど、この髪型なんかあれに似てるな、なんかのアニメキャラクター、あれってなんかのアニメキャラクターに似てるな。ちょっと待ってな、あれ、え、これそういう風に作ってるわけじゃないよね、別に。ほら、制服あるわ。で、で、あれでしょ、多分時計でしょ、これ。時計にしとくか。時計にして、なんかアバターをなんかものすごく作れるらしいですね。しかもね、3D。リアルだ、リアル。で、まあ、とりあえず制服風にしますか。制服風にすると、若干、あ、じゃあダボっちゃうね。こんな感じかな。じゃ、これでいきますか。名前は、プチプチで。名前を入力してください、プチプチ。ここ、苗字かな？違うよね。苗字そんな長くないよね。ギネス乗るわ、これ。ってことで、名前はプチプチでいきましょう。お、なんか始まったぞ。海賊をコントロールセンターへ侵入させてはいけません。あら、かわいい。ここはあなたにお任せします。あら、かわいい。メイド服かわいい。任せるって、でもやるしかないみたいだね。およ、俺よりイケボじゃねえかよ。おい、なんか始まったよ。あ、こうやって動くの。え、待って待って、え、待って、予想以上にすごいんだけど、このゲーム。海賊船がブリッジを拠点しました。まずは準備運動を兼ねて操作になりましょう。オッケー、準備運動ね、行くぞ。右にフリックして、右にフリック、私のそばの障害物まで移動してください。え、やば。え、こんな 3D ゲーム俺見たことないんだけど。え、あ、待って待って、ナイフ、ナイフどうする、危ない、危ない、強力です。素早く避けてください。なるほど。で、もう一つ行け。ナイフ、これ、これをどうすんの。タップして撃つ。おら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 、ターゲットがいません。あ、全員倒したってことだ。余裕ですね。余裕ですね。それでは私たちも先へ進みましょう。こいつ恐ろしいこと言うな。待って、まだ何かやってくるよ。え、ま、え、この声優さんめちゃくちゃし、あれ待って、これ声優さん聞いたことあるよ。やば。なんか出てきた。なんか出てきたよ、ドクロの形したやつが。なんだなんだなんだ、何すればいいのこれ。とりあえず撃つの。いけ。長押しでもいけますね。なんかスキル発動できるっぽい。あ、なんか爆弾投げた。おお。で、こうやって横移動できるってことだよね。やば、待って、相手も撃ってくるんだ、これ。逃げ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 ろ。危ない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 。え、ねえ、倒した、やった。お金降ってきたよ。敵がこんなにも多いなんて。お前にとっては多分すっごい少ないんだろうな。弱音を吐いている暇はありません。この隙にご準備を。オッケー。ミッション完了。楽勝だね。お前さっき大変だとか言ってなかったっけ。楽勝なんだね。とりあえず最初チュートリアルみたいなのでガチャを回してみたいと思います。レアガチャ、ノーマルガチャが普通のなんかそういうノーマル系で、レアガチャがレア以上当たるって感じか。UR が一番強いらしいですね、これ多分。ウルトラレアってことだよね。ウルトラレア？レアー。右へ行くとコントロールセンターです。無事だといいのですが。
何何？大丈夫、敵が押し寄せても何とかしてみせる。おめめおめめ、どうしたのこいつ。まあ、とりあえず行きましょう。敵が、あ、たくさんいる、たくさん。行くよ行くよ、かかってこい。なんか今度はさっき銃だったけど剣っぽいよね、剣。あ、銃にも変えられるってことね。で、さっきゲットした剣がここって、ここ行けー。おお、一瞬で倒したんだけど。おい、これずっと撃ってれば、え、強くね俺。やった、相手攻撃しなかったよ。敵を全滅させられるかも。よし、油断は禁物です。さあゲートが開きますよ。さあ誰が来る、誰が来るんだ。なんかでっかいやつ来そうだよね。おお、これ大丈夫、これ大型マシーンだって。剣で倒しましょう。これとりあえずこれで撃つってことだよね。で、なにこれ、ゲージが溜まったら長押しで通常攻撃、ダブルタップで、剣が発動、ちょんとんで、オッケー。これでも食らう。おお、でこう真ん中タップするでしょ。すげえすげえすげえ、いけ。どうだ。ふん、ザコいな。主人公強すぎ。かっこいいこれ。ではですね、ざっとチュートリアルを終えてきたんですけど、あのアバターとか武器とかいろいろと変更できるらしいので、ちょっと早速変更していきましょう。まずアバターですね。なんか顔がなんかたくさん種類ありまして、でなんか服とかもね、こうやって変えられるらしいんですよ。これセットか。なんかこうやって目も変えたりできて、まあちょっとある程度ガチャ引いちゃって、まあある程度ちょっと揃ってるんですけど、なんとこの組み合わせが1億以上あるらしいんですよ。え、何それって感じだよね。1億ってさ、1億って多分サラリーマンの一生稼げる金額ぐらいって聞いたことある。まあとりあえず若干服装とかも変えつつやっていきましょう。まあ髪型でもこれちょっとかっこいいかなね。マッシュすごいね。なんか傷もつけられるんだね。メガネもあるっぽいですね。鎧、あ、これ服ね、服。服なんかちょっとアンロックしたいよね。でもなんか制服いいな。あ、これかっこいい。お、なんか試着できるらしくて、とりあえず、試着してみました。これでいっか。なんかめっちゃかっこいいんだけど。やば。で、武器もある程度ちょっと持ってるんですけど、SR がね、若干強いみたいな。で、ウルトラレアが、UR がもうめちゃくちゃ強いみたいな。その間に SSR があるらしいですね。ほう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 。武器もですね、なんか剣と、銃、ただのハンドガンと、これは爆弾みたいなやつかな。で、SR、スナイパーと、なんかホーミングランチャーみたいな。かっこよ。火出てる。これあれだね、お餅焼けるね。っていう感じにめちゃくちゃすごい、武器がたくさんあります。で進化とかもね、あ、これ進化できるんじゃない？あ、できないか、まだ。なんかパーツを集めて進化してくださいって言われる感じですね。ではですね、早速クエストに行ってみたいと思います。いや、これならね、結構強いからね、倒せるはず。少しだけちょっとクエスト進めてます。じゃあ第3章行きましょう。なんかね、隕石、さっきチュートリアルで、なんか船が墜落した場所が、なんか変なところっていう。なんだなんだ？なんだと？クラゲみたいなやつがいる。よし、行くぜ。で、なんか新たに仲間が加わってます。よしよし。で、ある程度操作法を覚えました。ですね、こうやってなんかターゲットをタッチすると変えられて、で、長押しで攻撃らしいです。行くぞ。で、武器も変えられちゃうんですよ。ここの右のやつ、左のやつで。これで爆弾みたいなの投げて、で、スナイパーもね、面白い。スナイパー行くか。これじゃ覗いて、白いところで撃つ。難しいんだよね、これが。お！行ったんじゃね？行け！おぉ！あいつ強いな。
待ってやばい、え待って HP16% しかいないんだけど。待って強いぞこいつ。タッチ、イエーイ。まあ、ギリギリってとこだったなこれ。えっ普通に敵強いんだけど、なんか右側に爆弾とかスキルがあるんですよ。一回爆弾投げてみるか。なんか爆弾は敵が攻撃をした後とかに投げるとめちゃくちゃ強いんですよ。例えばこんな感じにいて、まだ溜まってない、溜まってないぞ。いけ、オッケー、強いね爆弾。なんか白いの出てきた、白っぽいやつ。緑色か、緑色。待ってあれやばいな、髪の毛の色が同じなんだけど大丈夫、あれかペアルック的なそういう感じか。 OK、 これまとまってる時とかに爆弾とか投げると投げるのもあり。いけ、ホーミングランチャー的なやつ、これめっちゃ強いでしょ。いけ、やっぱ剣が一番接近戦だから強いよね。オッケー、ミッション、いやー強いわあの武器、お餅焼けるやつ。ということで皆さんどうでしたか。まあ、このゲームですね、本当にアバターがいろいろ変えられるからめちゃくちゃ嬉しい。なんか僕結構そういうおしゃれとかしたいタイプなんですよ、ゲーム内とかで。だからね、結構ファッションもいける、これこのゲーム。しかもね 3D とかだから、なんて言うんだろう、やっぱ昔のゲームとちょっと違っていいよね。なんか現実味があるよね、今時のゲームって感じします。実はですね、このゲームはですね、開発版をちょっと借りてやっていますので、まだリリースされていません。もしちょっとやってみたいなと思った方は概要欄の方をチェックしてもらって、ぜひねやってみてください。ということでまたお会いしましょう。じゃあね。